ここは北米にあるキャニオンズ国立公園。登山家の俺は今日この国立公園にある峡谷ブルージョンキャニオンを目指してやってきた。俺は今までに4000メートル以上の山を49回も登っている。そのうち45回は雪山の単独登頂だ。今日は軽く横断できそうだな。俺からしたら今回のブルージョンは肩慣らし程度のはずだった。俺はいつもの調子で峡谷を攻略していった。よじ登ったりジャンプしたりしながら移動していき、昼前には峡谷の大半を横断していた。気づけば最後の垂直下降まで150メートルのところに来ていた。俺は幅90センチメートルの裂け目に入り、近くの岩の安定感を確かめた。うん、しっかりしているな。俺はその岩によじ登り、反対側に這い降りようとした。するとその時だった。重さ約360キログラムの岩が突然動いた。音を立てて数十センチ滑ると塵が舞い上がり、俺は岩と一緒に転がった。うわぁ！急に岩が止まると、俺は頭を上にした姿勢で着地できた。あぶねえ、死ぬかと思った。しかし何か違和感がある。右腕の方だ。俺は恐る恐る自分の腕を見た。嘘だろ、腕が！俺の右腕が岩と岩の間に挟まっていた。なんてことだ、抜こうとしてもびくともしない。俺は自分の愚かさを呪い、怒りが湧いてきたが、とにかく落ち着いて助かるための選択肢を考えることにした。見つけてもらうのは絶望的だな。今日は誰にもルートを伝えていないし、あえて人が来なさそうな場所を選んでしまった。一人で山登りをするときは自分の行きルートを知人や家族に伝えるのが常識。しかし今日に限って誰にも伝えていなかった。やはり自力での脱出しかないと思い、俺はナイフで地道に岩を削った。しかし削れば削るほど岩はがっちり腕を挟み込んでいく。岩は結局びくともしなかった。寒い、凍えちまうよ。夜になり気温が下がると、俺は再び自分を呪っていた。今日に限って俺は T シャツ、短パン、野球帽という軽装で着替えは持ってきていなかった。自分を責めながらも、その晩は持っていたザイルを体に巻きつけ必死に寒さに耐えた。翌朝、朝日の暖かさに目を覚ました。一瞬楽観的になった気持ちは、自分の状況を思い出すとすぐに絶望へと変わった。食料や水を制限し、俺は必死に空腹と喉の渇きに耐えることにした。誰か、誰か、俺を見つけてくれ。それから2日、3日が経ち、食料と水も底をつきかけていた。俺はついに幻覚を乱し、目の前に家族や友人を見るようになった。5日目、俺はビデオカメラを取り出し、両親への別れのメッセージを記録した。そして峡谷の壁に自分の名前、生年月日、RIP を刻んだ。半ば死を覚悟していた俺は、ある時小さな男の子の幻覚を見た。なぜかその少年が自分の未来の子供ではないかと思えた。すると俺はこの子に会うために絶対脱出しなければならないと思い出した。そして俺は覚悟を決め、ある行動に出ることにしたんだ。そう、俺は自分の腕を切断することに決めた。決意を固めると、自分の上腕部に止血帯としてサイクリングショーツを強く巻いた。腕を切るにしても、ナイフは岩を削っていたせいで生くらになっていた。そこで腕の骨を折るしかなかった。うわぁ、耐え難い激痛に耐え、俺は自分の腕を折ることに成功した。そして俺は切れ味最悪のナイフで腕を少しずつ切断していった。うわぁ、何度も激痛で気絶しそうになりながら、1時間かけて完全に腕を切り落とした。そして俺は切断した部分に丁寧に包帯を巻き、移動を始めた。しばらくして出発前に予定していたルートが大きな峡谷に合流する地点までたどり着いた。しかしここで大きな壁に直面する。これはまずいな。俺がたどり着いた場所からそこまでは軽く25メートルはあった。腕は1本しかなく、いつ気絶してもおかしくない状態だ。俺は片腕で懸垂加工する決心をした。慎重に意識を集中させ、視点を見つけながら何とか加工に成功した。そして俺は元の世界に戻りたいという一心でよろよろと歩き出した。すると目の前に観光客が現れたんだ。観光客を見つけると、俺は残った力を振り絞って助けを求めた。助けてください。大丈夫ですか？助けてください。遭難しているんです。観光客が驚く中、俺は伝えなければならないことをしっかりと伝えた。僕の名前はアーロン。土曜日に崖から落ちて岩に挟まれてしまったんです。
4時間前に腕を切断したばかりなので治療が必要です。ヘリコプターを呼んでください。後日俺の残された腕を回収するために救助隊員が派遣された。なんと 360kg の岩を持ち上げるのに屈強な隊員3人が1時間を要したという。回収後、切断された腕を縫い合わせることは不可能であった。俺はそのことを聞き、あの岩はどうしようもなかったし、俺の腕も同様だったと自分を納得させるしかなかった。そして事故から3年後、俺は結婚し息子ができた。あの時見た幻覚の子なのかは定かではない。さて、あんな事故にあったのだから山登りはもうしていないとお思いだろうか。残念ながらそれは不正解だ。俺は今でも山登りを続けている。俺は筋金入りの登山家だ。もちろん装備は万全で。